はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は物価の上昇、さらに追い打ちの円安、自営業も対策をしないと利益が圧迫されていきます。対策が必要です。その対策について今日は動画で紹介をしたいと思います。私はオンラインサロンを運営しています。また SNS は TikTok、インスタ、Twitter もやってますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。また自営業向け、フリーランス向けに本も出版してますので、そちらの方も合わせてチェックの方お願いします。こちらも概要欄から飛べるようになっています。それでは早速、みんなが悩んでいるね、値上げ交渉について動画で解説していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは本日の動画、みんなが悩む値上げ交渉、物価上昇の対策、一体どうしておけばいいのかについて動画で解説していきたいと思います。はい、本日の内容です。まず物価上昇の対策をしないと一体どうなるということについて解説をして、値上げ交渉のコツについてちょっとね紹介したいと思います。そして価格が安いまま、もしくは価格が安いと一体どうなるについて解説をして、最後まとめ、本日はこのような流れでいきますのでよろしくお願いします。はい、そもそも自営業の利益の仕組みについて軽くおさらいをしたいと思います。自営業フリーランスのね仕組みとしては、売上があって、そこからね必要な経費というのを支払って、その残った金額が利益になるというね、この図ね、もう恒例の図になってますけど、自営業の方は売上から経費を引いた残りが利益になります。ここが儲けと呼ばれるもので、あなたの所得とみなされる金額になります。この図を頭に置いて、物価上昇に、ね、ついて対策しないとやばいよという理由を解説していきたいと思います。はい、物価上昇で今ね、何を仕入れるにしても値段が上がっているってね思っている方ね多いと思います。例えば物を100で売ってるとします。そうするとこの100のものを売るのに対してかかってた原価が今まで30かかっていたところ、物価上昇または仕入れ値が高騰したりしていて50かかるようになったとしますね。でここの原価が30から50に上がったとしても、支払いというのはしていかないといけません。まあ、要は先ほどの図で見た経費のところですね。そしてね、今までだったら無駄を減らしてコストを下げるとか、いろいろね企業努力っていうのでね何とかしてきているっていう方もいると思うんですけど、これからのね物価上昇、円安の追い打ちで、そんなレベルでね対策できるものではなくなってくる可能性が非常に高いです。じゃあね、支払いはどういうものが具体的にあるかと言いますと、もちろんね仕入れがかかってる方は仕入れがかかってきますし、このね仕入れ値、要は原材料が高騰しているっていうねビジネスをしてる方も多いのではないでしょうか。そしてまた給料ですね、スタッフにもちろん人件費を払わないといけません。そしてかかる光熱費、ガス、水道、電気代などなど、これらの負担もねなくなるものではありません。また光熱費自体も値上げになっていってますので、やはりこちらもね圧迫する原因じゃないでしょうか。そして一番ねこれ大きいかもしれません、ガソリン代が今どんどん値上げされています。よく車を使うビジネスをされている方、ガソリンをよく使う、もしくは原油で何かを作らないといけないというようなものですと、ガソリン代プラス元の原油代が高騰して、そこの部分が原価を圧迫している、要はね今までは30でできたものが50になる原因の一つとしてなります。そしてまたそこからさらにね借り入れの返済も必要ですし、これのね要はね残りから税金も払わないといけません。そして自営業フリーランスの方、生活していかないといけないので、生活費というのももちろんかかってきます。ここがもしね仕入れがないようなビジネスをされているって方はね、コストがそこまでね変わらないよっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、ほとんどの方が何かしらのこの物価上昇の影響があるっていう方が多いんじゃないでしょうか。そしてねこの原価30でできたものが例えば50になったとしますと、この20部分をどうにかしなければいけないわけですよ。それを今まではね無駄を減らしてるとか、もしくはまとめて仕入れることによって安く仕入れをしてっていうようなことをしてたと思うんですけども、そういうものでは追いつかないような値上げ、物価上昇というのがこれからどんどん来ると予想されます。じゃあどうすればいいのかと言いますと、皆さんねここ一番やりたくないことだと思うんですよ。そしてみんなが悩むポイントだと思うんですけど、もう値上げをするしかないですよね。要は仕入れてるもの自体が上がっているわけだから、もうどうにかしようという風なものじゃいかないので、もうこの値段自体を今までは100で売っていたものを120にする、もしくは150にするっていう風に対策をしていかないと、自分のビジネスがね共倒れになってしまう可能性がありますので、次のスライドで値上げ交渉のコツについて紹介していきたいと思います。
はい、値上げ交渉のコツ、まあね、値上げの交渉について紹介したいと思います。これ皆さんね、悩むところでお客さんが逃げていくんじゃないかとか、逆に上げたこと、要は値上げしたことによって売り上げがダウンするじゃないかっていうことで、皆さん極度におののいて、なかなか手がつけれない、できないことなんですよ。日本人はとてもこれが特に苦手だと思います。でもよくよく考えてみましたら、オープン当初から値段が変わってないっていうことは、技術も経験もレベルアップしているはずなのに、そのままの値段っていうのはちょっとおかしいはずですよね。サービスの質は上がっているはずです。まあ、そこでね、どういう風にすればいいのかということでね、具体的に紹介したいと思います。これは本当に皆さんが悩むポイントなんですけど、値上げしたらお客さんが離れるんじゃないかとか、要はあとこれですね、お金に関しての話をするということはぼったくりじゃないかとか、がみついと思われるんじゃないかっていうことでね、皆さん特に日本人の方、抵抗感がすごく強いポイントになります。とはいえ、この物価上昇でね、このままね、言いにくいからって言わずに、たとえね、そのビジネスを進めたとしても、原価割りをしていては、販売しても販売しても、もしくはサービスを売っても売っても、自分の手元に残らないという現象が発生してしまいます。まず大事なポイントね、順番に説明していきますね。まず一つ目は勇気を出すことです。流れもそういう風になってますので、まずは勇気を出すこと。このね、ぼったくりじゃないかとかね、がめついと思われるんじゃないかっていうのは一旦置いておいて、こういうね、なんとなくのこのブロックでできないっていうのはもったいないですので、まずは勇気を出してみることです。次、コツとしてはタイミングを説明きちんとしましょう。いつからこの値段にしますよっていうのを前もってお知らせするっていうのが大事です。いきなり来月からとか、いきなり来週からっていうと、やはり信頼がなくなってしまいますので、必ずタイミングを説明しましょう。例えばね、ここまでの道のりは前回今まで通りの料金にしますけど、この月からとかね、もしくは次回の見積もりから何月から対応させていただくっていう風にきちんとタイミングを説明する、または資料を持っていくというのが大事なポイントになってくるかと思います。そしてもう一つですね、こちらもきちんと説明をしましょう。要は値上げの理由をきちんと説明をしないから、ぼったくりじゃないかとか、安易にね、値段だけ上げてるんじゃないかっていう風に思われがちなので、きちんと値上げの理由を説明しましょう。例えば原材料がいくらいくらからこれぐらいに今上がってるんですということで、値上げをする理由をきちんと説明するようにしましょう。これはね、やはり皆さんお客様に対しての信頼のためもありますし、やはりね、理由もなく値上げをされる人は納得しませんので、値上げの理由を説明しましょう。他にも例えば、今まで消費税分は載せてなかったんですけど、まあ、インボイスも始まりますし、消費税の方をね、きちんと料金に反映させたいと思いますっていうのはもちろん OK です。そして利益、こちらが利益、要はね、値上げをすることに対して利益が儲かる。まあね、今ね、この値上げを上げたとしても、結局仕入れや原材料の、ね、高騰、物価上昇によって利益っていうのは結局相殺されるんですけど、別にこのビジネスというのはもともと儲けないとビジネスっていうのは継続できませんので、その利益を追求するということは決して悪ではないというふうにね、自分の中にちょっと落とし込んでいただいて、このね、4つのポイントを目安にしてね、値上げの交渉を皆さんしていってほしいと思います。もちろんね、ビジネスしてる中、あとね、ビジネスの内容によっては交渉が難しいとか、またね、そんなことをするんでしたらもう他に頼むからいいですっていうケースもあるかもしれません。とはいえ、このままどんどん値上げしていく世の中では自利品です。そしてさらに令和5年の10月からインボイス制度というものも入ってきますので、そちらのインボイス制度の対策もしておかないと、要はね、自分の身を削って売っても売っても販売しても手元に残らないという風になってしまいます。そうするとね、やはりね、ビジネスを継続していくってこと自体が難しくなってきますので、皆さんちょっとね、心をね、一旦切り替えて、自営業の方もこの値上げのね、交渉、もしくはね、値上げに対して、物価上昇に対して対策をしていかないとやばいですよっていう風な内容になります。では次ね、価格が安いと一体どういうことになるかっていうのをね、紹介したいと思います。はい、価格が安いと一体どうなるのかっていうことですね。このままいきますと、物価上昇というのは避けれませんので、身銭を削ることになります。要は値上がった分を自分が負担をするってことですね。これが果たしていいことなのかどうか、まあ、お客さんにとってはいいことかもしれませんけど、どっちにしても皆さんハッピーにならないんじゃないかなというふうに思います。また値段が安いと、まあ、あまり価値のないサービスだと思われる可能性もありますよね。そして次、値段で判断するお客様ばかり残る、これはビジネス
において結構意外と大きな課題なんです。安い、要は値段で判断してあなたのところに頼んでいるっていうところは、値段が安いところが出れば簡単に他に行ってしまう、浮気をしてしまうってことになりますので、値段だけで判断する人ばかりがお客様に残ってしまうというのは、ビジネスを長く継続するっていう上においてはちょっとマイナス要素になるわけです。そして経営の体力が削られます。最初のね、半年とか1年ぐらいだったらなんとかなるわっていう方がね多いかもしれないんですけど、この物価上昇がね続いていってしまうと、結局経営の体力がどん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 少しずつ少しずつ削られることになります。ですので、やはりね、いいこととは言えないではないでしょうか。そしてこれが一番精神的にきついかもしれないです。頑張って商売している、ビジネスをしている、でも売っても売っても利益が手元に残らない、要はね、支払いにもういっぱいいっぱい、まあ、自転車操業と言われるものですよね。こういう風になってしまうと精神的にねちょっと余裕もなくなってきますので、でもね、この物価上昇そのまま放置、もうね後にしようと思いながらね後回しにしていると、こういう現象になってしまいますので気をつけましょう。またスタッフに還元することができなくなります。今ね、日本ね、給料がねずっと上がらない、いくら頑張っても残業しても給料自体が上がらないっていうね問題になってるっていうのなんか言われてるんですけど、これは自営業フリーランスの方も一緒です。一緒に頑張って働いてるスタッフには還元することができないということがね発生してきてしまいます。要は悪循環になってしまいますので、やはりきちんとした料金をもらうということは非常に大事です。そしてね、値段で判断する人ばかり残るようなサービスではなくて、あなただから頼みたいんだとか、要はここだから依頼したいと思われるような他にはない価値を提供する、またはきちんと付加価値を乗せるっていう風にしていきますと、ビジネスがね選ばれる理由っていう風になりますので、そういうことを考えていくのもビジネスを長く継続するためには大事なポイントになってきます。はい、まとめです。やはりね、ビジネスは利益がないと継続不可です。せっかくに始めたね大事なビジネス、こういうことやりたいなと思ってね、誰かの役に立ちたいなっていう風にスタートしたビジネスもね、お客さんのために安く提供してるんですっていう意味を履き違えてしまいますと、そのビジネスが継続することができない、要はね自利品になっていきますので、ここはきちんと線引きをして気をつけていきましょう。そして値上げ交渉っていうのはいつか必ず来る壁です。皆さん悩んでね、やりたくないなとか、なんか勇気が出ないとか、お客さんが離れていったらどうしようっていうのが怖すぎて後回しにしたりしがちなんですけど、必ずいつか値上げ交渉っていうのはしなければいけないタイミングっていうのが来ます。まあ、例えばお店が大きくなっていくタイミング、または経験値を積んだ、レベルが上がってきた、お客さんからね依頼の数が増えてきたタイミングなどなど、いろいろと値上げ交渉の壁というのはいつか来ます。これはね、やはり事前に対策をしておかないとお店が潰れる可能性もありますので、しっかりとね、皆さんちょっと勇気を出して、ね、不安だと思うんですけど、きちんと値上げ交渉しないと、もうこの物価の上昇、または追い打ちの円安に対応できなくなってしまいますので、きちんとこのあたりはね対策していくといいんじゃないかなっていう意味合いを込めて動画の方を作らせていただきました。いろいろね、皆さん値上げ交渉をお客様にしたところ、反応としては思っていたより、自分がね思っていたよりすんなりいったとか、もしくはお客さんから、いやちょっと前から安いなと思っていたんです実はっていう言葉が返ってきましたっていう方も多いので、そういう方は多分ねサービスをしすぎている、または適正な料金をもらってない、今までねもらっていないというようなことになるかと思うんですけど、意外と皆さんすんなりいってますのでね、そこまで怖がらずにきちんと理由を説明して、いつからのタイミングなのか前もってお知らせすることで、きちんと対策をしていきましょう。私はオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目、オンライン上で税理士にいつでも質問相談をすることができるということです。これは Facebook の非公開グループで、メンバーだけしか見られない場でやっています。2つ目、定期的にサロンズームを開催しています。ここでね、私に直接ズーム上で質問したり相談したり、またねメンバー皆さんいろいろなビジネスされていますので、異業種交流ができるということで好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。まあ、YouTube の裏側や TikTok の裏側、 SNS の集客どうやってるのとかね、経理や税金情報の新しい情報はオンラインサロンのみだけに投げていってますので、ぜひ気になる方は概要欄の URL から飛べるようになってますので、チェックの方よろしくお願いします。はい、そしてまた私はフリーランス自営業向けに本を出版しています。 Amazon でも売ってますし、 Kindle 版もあります。大きい書店でも置いてくださっている書店さんもありますし、また楽天ボックスでも手に入りますので、ぜひよろしくお願いします。 Amazon レビューしていただけると本当に喜びますので、まだの方はぜひお願いします。今 Amazon レビュー71件ほど来てますので、本当にありがとうございます。また YouTube、 この、ね、自営業フリーランス向けに役立つ動画をね投稿していってますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。またコメントや感想いただけますと励みに
になりますので、ぜひよろしくお願いします。また他 SNS はインスタグラムは 1.7万人、 Twitter もやってますし、あと TikTok もやってます。 TikTok はフォロワーが 6.3 万人になってますので、その他 SNS 皆さんねチェックしてくれるって方は概要欄にこちら載ってますので、そちらから飛んでフォローの方よろしくお願いします。チャンネル登録お待ちしています。はい、それでは本日の動画以上になります。皆さん悩みがちな値上げ交渉なんですけど、きちんと対策をしていかないとね、結局自利品になって自分のビジネス継続できなくなってしまうことになりますので、勇気を出してきちんと対策をしていきましょう。それでは本日の動画以上になります。いつも最後まで見てくださっている方ありがとうございます。税理士川美奈美でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。